さて、10年に一度と言われるこの冬一番の寒気が流れ込む影響で、近畿地方は今日から明日にかけて大雪となる恐れがあり、神戸地方気象台は但馬地域などに大雪警報を発表しました。強い冬型の気圧配置の影響で、県内の今日午後3時現在の最低気温は、香美町上野高原で氷点下 5.3 度、豊岡で氷点下 1.2 度、洲本で 1.6 度などとなっていて、時間が経つにつれ県内全域で冷え込みが強まっています。今朝の豊岡市は雪混じりの雨が降り続き、町の人は寒さの中歩みを進めていました。電車通勤なんでね、どうしてもちょっと電車の方がちょっと気にはなりますけども、寒波内陸部の方にねだいぶ来るみたいなことも言ってますからね、雪に慣れてないところまで雪が降るとちょっと心配ですよね。兵庫県北部は昼過ぎから雪模様となり、午後4時過ぎには豊岡市の各地で雪が降り積もりました。神戸地方気象台は但馬地域を中心に大雪警報を出して警戒を呼びかけています。また日本海では波の高い状態が続いていて、兵庫県北部には波浪警報も出されています。交通機関にも影響が出ています。神戸空港と関西空港を結ぶ高速船神戸ベイシャトルは、神戸発を午前10時から、関空発を午前11時から、合わせて14便すべてを欠航にしました。欠航する便については、代替バスを運行しています。一方、本市高速道路は、強風のため、神戸淡路鳴門自動車道の伏幡インターから東浦インターまでの下り線と、垂水インターから東浦インターまでの上り線、洲本インターから鳴門インターまでの上下線を通行止めにしています。また JR 西日本は午後7時ごろから加古川線の西秋市谷川間で運転を見合わせるほか、他の路線でも運行の遅れや運転見合わせの可能性があるとしています。もう現時点で明石海峡大橋、大鳴門橋ですね、通行止めとなっています。10年に一度の大寒波となる見込みで、大雪や暴風雪、高波に警戒してください。まずは家の中の対策です。水道管が凍結する可能性があります。外でむき出しになっている水道管にはですね、保温材やタオルなどで巻いておくこと、そして水をですね、少しずつちょろちょろっと出しっぱなしにすることも必要です。断水に備えてお風呂などに水を溜めておきましょう。停電でエアコンが使えなくなるかもしれません。防寒具やカイロ、懐中電灯などを備えておきましょう。不要不急のお出かけは控えてください。自転車には乗らないようにしましょう。車を運転する場合はスタッドレスタイヤやチェーンをつけること、そして徐行してください。路面が滑りやすくなるために急ブレーキは避けてください。車の立ち往生や大渋滞に備えて、車の中にですね、スコップや防寒具、毛布、食料などを積んでおきましょう。車中泊をする場合は一酸化炭素中毒にならないように、マフラーの周辺はこまめに雪かきをしてください。屋根の雪下ろしはですね、ロープをつけてヘルメットをかぶって、できる限り2人以上で行うようにもしましょう。